はい、どうも、しんです。たまにはこうやってジュースを作る前のものもね、お見せしようかなと思います。作るところではなくて、作る材料ですね。今日は一例なんですが、セロリ、人参、リンゴ、で、キウイ、で、キャベツですね、今日の葉っぱはね。で、冷凍したバナナでございます。で、まあ、レモンを入れたり、ね、その他に、いろんなね、ものを入れるんです。今回はこれだけということになります。これを、このね、ミキサーに攪拌して、いつもジュースを作っております。今日外が雨降ってるので、もこみちは近くには来てませんね。どうせ散歩に行けないだろうということで、来てはいません。では、これで作っていきたいと思います。はい、とりあえず、ミキサーに入れました。キウイはこういう感じでね、皮を剥かずに入れるのがポイントでございます。はい、で、蓋閉めとかないとね。ちょっとフラッシュを。で、このミキサーのね、ちょっと欠点がですね、これがつかなくなっちゃったんですね。なので、フラッシュだけなんですよ、ね。だから、もうずっとフラッシュを押して、ということで、完成しました。今日ゴーヤーがなかったんでね、ちょっと色が、もうグリーンスムージー色っぽくはないんです。はい、という感じで、グリーンではないけど、スムージー完成でございます。はい、ではいただきます。うん、美味しいです。もし、よければ、グッドボタン、コメントお願いします。チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。それではさよなら。もこみち雨なので、全然近づいてきてくれていません。では。ちょっともこを読んだきました。で、もこが来た時に、こういう感じでね、いつも撮ってる感じが、おはようグリーンスムージーでございます。飲んだら散歩行くか。飲んだら散歩行きますかと声をかけると、もう、もこみち自体はもう散歩行く準備だけになっているという感じでございます。以上でございます。ありがとうございます。はい、